陸前白沢駅は、宮城県仙台市青葉区城、愛子阿座大道にある、東日本旅客鉄道仙山線の駅である。1960年代までは、周辺住民だけでなく、南に山一つ越えた秋保町の人々、北の大倉地区の定義如来に行く参拝者も利用した。駅周辺に、森や木材の工場があり、木材や岩沼駅までのチップの輸送もあった。 自動車が広まると、駅の利用券が狭まり、利用が落ち込んだ。駅構内。左が一番線。相対式ホーム2面二線を有する地上駅である。互いのホームは、構内踏切で連絡している。スロープがあり、車椅子などが使用できるが、列車とホーム間に段差ができる。仙台地区センター管理の無人駅。北側の簡易駅車内に乗車駅証明書発行機が、 設置されている。JR の特定特市内制度における仙台市内の駅である。2007年度の1日平均乗車人員は55人であった。広瀬川南岸の貸し団球場、神愛子地区の西部に位置する。北には線路に並行して国道48号が走り、駅前からはごく短い宮城県道219号、白沢停車場線で通じる。十八号は、 この箇所で国道457号と重複している。国道48号に仙台市営バス、白沢駅前停留所があり、桜見温泉、定義、秋保、仙台駅方面への路線が発着している。ありがとうございます。